ございます。カズライダーです。今日は山口県萩市の山味にあるメガネ橋に向かっていきます。このメガネ橋は石でできたアーチ橋みたいなんですけど、まあ比較的新しい建造物みたいなんですよね。ですけどまあなかなか見る機会がないので見に行こうかなっていうツーリングです。でその橋を見た後に須佐の方まで行ってぐるっと回って帰ろうかなと思ってます。今日は12月13日なんですけど、だいぶ寒くなってきましたね。もうとうとうヒーターグローブのヒーターを入れちゃいましたよ。それで今日は結構寒いんで、あの以前動画で紹介したワークマンのイージスバイカーズとその下に電熱ベストを着用してバイク乗ってます。風の当たる前面、体の前面側はなんかちょっと冷気が伝わってきて冷たいような気もしますけども、寒いっていうほどではないです。まあもしかしたらノーマルイージスの方がこの冷気を伝えなくてバイク乗るには暖かいかもしれないですね。ただこのイージスバイカーズは生地が柔らかくてちょっとシュッとしてるシルエットなんで着心地は良くて動きやすいっていうのがあるんですけどね。まあどっちを取るかだな。まあ中にもう少し着込めば寒さも防げると思います。なんかね、昨日はすごい天気良くて日が出てて暖かかったんですけど、今日は曇ってて少し寒い感じですね。さてさて、無料高速は通らず古い国道を通りましょう。そういえばこんな寒い時期ってどんな格好をしてバイク乗ったらいいか迷いません？首と名前のつく部分は風が当たらないようにしたら暖かくなるみたいですよ。まあ普通にあの頭の首と手首と足首、ここをね風から守るといいみたいです。あとは手ですね。手はやっぱりバイクでアクセルとかブレーキとか操作しますんで、こう冷たくなってかじかんで動きが鈍くなると操作しにくくなって事故の原因になりますから、グローブはあったかいグローブを選んだ方がいいです。この私がつけてるみたいに手首を覆うような感じのグローブがいいですね。でまあ中でもこの電熱グローブ、バッテリーで電気の熱で温めてくれるグローブなんですけど、もうこれしてると手がかじかむこともなく操作もスムーズにできていいですよ。まあ、ただのグローブからしたらちょっと値段はあるんですけど、快適さと安心を買うっていうことで買ってみたらいいんじゃないでしょうか。私の着用してるのは RS 太一の電熱グローブですね。このネオプレーン生地の動きやすいグローブを買いました。グローブだけで1万円弱だったかな。とあとバッテリーは別売りなんで、バッテリーを買うと、まあ、2万円弱で購入することができます。まあ、ちょっと見た目がね、こうなんかボテッとしててスマートじゃないなって感じる人は本革タイプもありますんで、そちらはまあ少し高いんですけど本革タイプを選んでもいいんじゃないかなって思います。今走ってるこの道は国道191号線なんですけど、まあ同じ国道191号線って名前で長門市から萩市までの無料高速ができたんですよ。だからね、なかなか通る人がいないみたいで車が全然いないですね。もともとね国道なだけあってちょっと道も広めで、だけど古いからワインディングがあってなかなか楽しい道じゃないですか。おお、バスが通ってる。そうだよな、通るよな。あーすごいな、すっごい山の中走ってるって感じだな。今から見に行くメガネ橋ちょっと楽しみですね。お、看板出てる。やっぱ過ぎてたみたいだな。どこ曲がるんだろう。あ、これ？これ？
かねえよ。なんかやべえとこ来ちゃったかな。これか。お、登録有形文化財なんだ。なかなかね、綺麗に整備されてて、なんかのんびり落ち着ける場所でしたね。よし、ということで須佐に向かいましょう。いや、なんか古い道通ってみると楽しかったな。さあ、市街地入ってきましたね。なんかね、やっぱりこの車とかお店とかがあると安心するな。さあ、萩のメガネ橋を出発して、もうそろそろ須佐ですね。だいぶ来ましたね。これもうこの辺りまで来ると島根県が近いから、島根ナンバーの車を 見かけますね。ホルムフェルスだって。行ってくるか。そうそう、なんかこんなとこだったな。あれですね、あの遠くに見えるあの岩がホルムフェルス断層。ということでね、ホルムフェルス断層近くまでは行きませんけど、久々来たな。下関方面に向かいましょう。なぜかね、前回もスノボの帰りに来て、今回はまあツーリングなんですけど、どちらも冬に来るっていうね。なんでですかね、やっぱり冬は日本海に行ってしまうんですかね。今度は国道315号線に入りました。この道はね、ちょっと私通ったことないんですけど、地図で見る限りなんか良さそうだなと思って来てみたんですね。今のところいい感じですね。なんか車も少なくて、道は広いし走りやすそうです。いわゆる回送路ってやつですかね。あー、なんかいいですね、この秋紅葉の中をに包まれて走るってね。なかなかこんな道ないですからね。いいな。さあ、大橋、ほら眺めいいですね。綺麗だ。さて、国道315号線から県道13号線に入ってきました。この道もね、私通ったことなくて、なかなか良さそうなんですよね。これ道幅はそんなにないんですけど、まあ比較的走りやすいワインディングで楽しいですね。しかしさっきの
ウリボーの里っていう道の駅、ちょっとちっちゃかったんですけど、まあなんかのどかな感じで落ち着いてて良かったですね。この道もなかなかいいですね。回送路だな。下関からは遠いけど、まあ、ツーリングに来るにはいいですね。あー、昆虫王国のとこか、ここ。昔子供連れてきたことがありますね。夏になるとね、カブトムシがたくさんいて、ひまわりがね、たくさん咲いててね、すごい綺麗なんですよ。ということで今日は萩市のメガネ橋を見て、須佐の方まで行ってぐるっと回ってくるっていうツーリングでした。古き良き建造物っていうのもいいですね。もうだいぶ寒くなってきたんで、なかなかツーリング行く機会も少なくなってくるんですけど、なるべく動画上げていこうと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。コメントと高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた。